隣のゆりちゃん急に無言になるんですよ。ほう、何したん？聞いたら、コジごめん、バックミラー見やんといてやって。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、こちらの2人組来てくださいました。機械ユニット怪奇少年団のお二人です。お願いいたします。お願いします。富田康弘さん、はい、そして上田浩二さんなんですけども、はい、上田さんが最初なんか謎のポーズしてましたけども、あれは何ですか？これね、僕怪談ライブで、まあ、僕みたいなもんでもね、写真を撮ってくださいって言ってくださる方こういるんですね。こうその時のポーズこれなんですよ。これ、はい、これ何を表してるって？こうお化けです。あ、お化け、はい、あ、こういう感じがお化け、はい、まあ、ちょっとこうちょっとこうなってます。ちょっとチャラいお化けです。あ、ちょっとこうでもなんかね、はい、よりこう攻撃してきそうみたいな怖さあります、はい、怖かったでしょ。怖かったです、はい、怖かったです。はい、すみません、なんてこと言わせてたよ、お前。いや、本当に怒られるんだよ、多分、ね、怒られないです、怒られないです。で本当にね、はい、橋本真也さんと小川直也さんのお二人に来ていただいて、引退かけた試合しないです。引退かけないです。あ、ごめんなさい、あ、はい、違いました、ごめんなさい。富田さんと上田さんの方でね、はいはい、もうお二人で、はい、機械ユニット怪奇少年団、はい、YouTube チャンネルもね誕生したばかりで、そうなんです、はい、ぜひ皆さんね概要欄貼っておきますので、はい、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。上田さんどうですか、楽しいですか？毎日楽しいですね、はい、僕は優しいですからね、うん、どうしたどうしたどうした本番始まる前にね、はい、普通人間って掛け声ね、はい、よしとか、はい、行くぞとか言いますけどもね、シェイって言ってました。そうなんですよね。本番行きますよって言ったら上田さんね、はいはい、シェイって言ってました。はい、今まで一緒のイベントとかずっとやってますけど、うん、聞いたことないです。なんですか、それ恒例の掛け声ってわけではないんですか？やっぱり今日この日に向けて、はい、やっぱ気合い入れなあかんなという気持ちがシェイに現れたんでしょうね。シェイに現れた、はい、でみんなにシェイって言ってましたよって言ったら、はい、ね、シェイって言ってましたみたいな、はい、記憶なかったんですもんね。なかったですね、はい、今ちょっと思い出しながら喋ってますからね。だってね、そのこともシェイのこともシェイのことも、はい、はい、あ、ちょっと今日は怪談話していただくわけですけど、はい、もう一回気合い入れた方がいいんじゃないですか？そうですね、はい、シェイ。今回は、はい、上田さん、はいはい、お話の方よろしくお願いいたします。わかりました。はい、改めまして上田と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。ですね、僕は今日は奈良県から来させてもらってるんです。僕結構この奈良県の道をねドライブでバーって走るのが大好きなんですよ、それこそもう免許取り立てぐらいから本当にいろんなところをこう走り回ってたんですけど、今からねだいたい10年くらい前の時に、僕当時仲良くしてた女の子でゆりちゃんっていう女の子がいたんですね、はい、でこのゆりちゃんと一緒にいつも奈良ばっかりやったらちょっとあれやから大阪行こうぜってなったんです。でたまたま次の日2人とも何もなかったんで高速道路を使わずにちょっと下道で行こう、うん、まあ、そんな風になったんです。時間をかけてゆっくりドライブしようって。その時に僕が走ってたのが奈良の葛城市っていうところだったんですね、はい、でそこからブーッと行こうかっていう話になったんですが、その時に僕が選んだ道っていうのが竹之内峠という峠をね走ることになるんですね、はい、で僕この峠にふーっと差し掛かっていくんですが、その入った瞬間から僕少し後悔したんですよ。ほう、なんでか言いますと、ええ、友達からお前上田お前ドライブ好きみたいやけれども、あの竹之内峠だけは気付けよ、なんでって聞いたら出るからやってるんですよ。何が出るんって聞いたら落ち武者、落ち武者、落ち武者出るって言われてて、嫌やな、ゆりちゃん一緒やし怖がってんのバレたらすごく格好悪いし嫌やなと思いながら、僕ありとあらゆる、まあ、面白い話、僕の中での面白い話をうわー話してたんですよね、はい、そしたらまあ性格のいい子でケラケラ笑ってくれて、うん、ああよかったなんて思ってたんです。でうーっと走ってて、
あもうそろそろ頂上の方やなと思ったら、隣のゆりちゃん急に無言になるんですよ。ほう、何したん？聞いたら、コジごめん、バックミラー見やんといてやって言うんです。はい、落ち武者が出るって聞いてる峠でバックミラー見るな、もうなんかあるじゃないですか。ええ、僕その一言でかなりパニックになりまして、え、ちょっと何を教えてや、何なん、いや絶対見たらあかんからな、絶対見たらあかんからな、いやいや何なん、僕ちょっとこう見ようとするんですけど、あかんって結構本気で止めてくるんです、ゆりちゃんが。でそのやり取りをしてる中で、僕本当にもう心が限界になりまして、なんでそんなことしたのか今でもわからないですけれども、はい、このバックミラーを握りこぶしてバーンと叩いたんです。なんとなくここに怖いものがあると思ったからなんでしょうね、僕バーンと叩いて、はい、で隣の友人は、あ、びっくりした、でも大丈夫やから、今工事がやったことで何もなくなったから、何もなくなったって何があったんって僕は思ってたんですけれども、まあまあまあそれやったらと思って猛スピードで、本当は良くないんですけど、こう峠を下りまして、で一番近いところにあったコンビニでコーヒー買ってちょっと休めてたんですよね、気持ちを、はい、でしばらく経った時に、ちょっとゆりちゃんさっき何やったんと、俺も壊してしまったしさ、ちょっと教えてや言うたんです。そしたらゆりちゃんね、コージに言うてなかったけど、私昔からなんか変なの見んねんなって、あれ17歳の時やったかなって、急に17歳の時の話を始めるんですよ。はい、僕の質問と噛み合ってないんですよね。ええ、まあしょうがない、聞いてみようと思って聞いた話が、彼女17歳の時に一人暮らしをしてたそうなんです。である時にアルバイトからお家に帰ってきて、で食事を済ませてお風呂に入って、もう早々にお布団で休んでたんです。そしたら夜中ふっと目が覚めて、このワンルームのマンションで自分以外誰かがいる気配がしたんですって、うん、泥棒か、いやでも戸締まりはしたはずやのにな、こわごわながら視線だけで部屋をぐるっと一周。そしたらベランダがあるんですが、寝る前に閉めたはずのそのベランダのカーテン50センチほど開いてたんです。はて、私寝る前にちゃんと閉めたはずやけどなと思ってたら、だん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 そのベランダの方が気になって目が離せなくなっちゃったんですね。心の中はドキ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 してるんですけれども、自分はじっと見てしまうんですよ。そうこうしてますと急にギューッギーッギーッ、まるで何かが窓ガラスを指でこう擦ってるような音が聞こえた、うん、怖いんですけれども視線は外せない。まだギーッこの音が続いてるんです。ぼんやり見えてきたのが、その窓ガラスうっすら曇ってたそうなんですけど、その窓ガラスの、これもちょっとカメラがあるんでこっちでやりますけど、向かって左側に大文字の J、うん、J なんですけど、この頭の棒線ありますよね、横の横線ですね、横線、はい、これすんごい長いです、うん、J。 そして右側を見たら小文字の K、 小文字の K があったんです。ふっと思って見てましたら、ギーッ、この2つの文字が左右にあったものが真ん中に来たんです、うん、それヨーヨー見たらアルファベット2文字と違ったんですよ。えとある漢字だったんですけれども、まあ、ご覧の方でもしかしたらもう浮かばれてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、なんかの漢字にちょっと似てるんですよね。これ答えを言いますと、漢字の死という字やったんですよね。いよいよ、まあ、その死という漢字のね、やっぱりこの内容自体でも本当に怖くなって、
もう心の中がまあドキ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 してくるんですけれども、そうこうしてるとまたギー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 、この音と同時に漢字の弟子の周りに何かがまた浮かび上がってくる。ほう、もうそれは見れなくなったそうで、そのまま、ね、意識をシュッともう失ってしまったそうなんです。でそのまま朝を迎えて数日後にはその部屋を引き払ったそうなんですけど、という話をそのコンビニで急にするんですよ僕に。ええ、なんでこんな話したんやろうな、いやちょっと待って、よくよく考えたら僕壊したけど、バックミラーね、壊したけれども、そのバックミラーが意味するものって当然ながら後ろじゃないですか。はいはいはい、後ろに何かあるってことじゃないですか、うん、これ僕の予想なんですが、ひょっとすると僕が運転している車のリアガラス、その17歳の時に体験した何がしかにまつわるものが映ったんじゃないのかな、そのことまだつながってたんじゃないのかな、まあ、今となってはこのゆりちゃんとこう連絡を取ることがもうできないですんで確かめようがないんですけれども、もう僕がそういったことをね今から10年前に体験しました。ありがとうございました。緊張されてるって話でしたけども、はい、すごくお上手で、やっぱりね俳優さんってこともありますけど、はい、なんかこうね途中の会話なんかもすごく引き込まれて、はい、聞いてしまいましたね、はい、途中富田さんが本当なんか子供を見るような目で優しい目でずっとね見てましたけど、はい、でも途中から頼もしかったんじゃないですか。そうですね、最初はちょっと不安だったんですけどあのやっぱしっかり決めるとこ決める男だなと思いましたね。本番に強い、今一瞬カメラに本なんかドヤ顔したのはめちゃめちゃなんか鼻につきましたから、はい、そうですよね、はい、そういうとこなんですいやいや可愛らしいですいやでもすごい話ですね、はい、窓ガラスに J と K っていうね文字だと思ったのがグッと合わさってくると、それが死という文字に見えるっていう瞬間とか、はい、うん、めちゃくちゃ怖かったでしょうね。めちゃくちゃ怖いですよね。なんかもう描写が、うん、思い出したくないって言ってましたけどね。でやっぱりね、うん、その話を唐突にしてきたということは、うん、その時バックミラーをもし覗いてしまうと後ろの窓ガラスにその同じ文字が書かれていたんじゃないかなとか、いろんなこと考えちゃいますよね。僕は、うん、僕も思いました、うんうんうん、おかしいですもんね、その話を急にしてくるっていうね、うん、そうなんです、タイミング変なんですよね。トミヤさん、いかがでしたか。そうですね、まあ、今島田さんがおっしゃられたその J, が K J と K で死に見えるっていうところなんですけど、うん、あそこの描写の中でその後に何がしかがまた現れたって、そうそうそう、でそれを見ずに気を失ってるから、うん、でそれを見せるためにまだ続いてるんじゃないかな、もしかしたら別のねメッセージは伝えきれてないから、切れてないから、うん、もう長年かけて、うん、その子を追っかけられてるんじゃないってちょっと思ってしまいましたね。今度から俺そう言うわ、じゃあ使っていいよあさすがね、やっぱコンビだけあってお互いにね、はい、なんかいいとこを吸収してっていうね、はいはい、今なんかすごいなんかいいものを得たなっていう今、はい、いやいいと思います、本当にね、はいはい、どん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 これで成長していくって、はい、途中車内で、はい、怖かったからありとあらゆる僕の面白い話をしたっていうところが気になってます。僕もちょっと腹立ちましたね。あのちなみに1個でいいのでどんな話されてたんだろうかって、ね、気になったんですけど、はい、どんな小粋なね、はい、ジョークを交えたトークがあったわけじゃないですか、はい、女の子乗せてますからね、はいはい、ちょっと短いのでそのいっぱい話したと思うんですけど、一個だけどんな話をして盛り上げてたんですか、はい、社内は。ちょっと10分ぐらい時間もらっていいですかね。長いな。思い出してる感じですか。思い出してますね。でもね、どんな話したかな、もう良くないですね、そういう時にね。僕女の子に対して元カノの話をいっぱいしたりとかするしちゃう。最低こんなイケメンなのにちょっと不器用な部分あるんですね。なんかそんなことしてあの思い出しました、えらい喧嘩なったな思って、自分面白いと思ってあの昔女の子にこんなことしてビンタされてんでとか言うてたら、聞いてるね、またこの子にまた叩かれたみたいなこと、今ちょっと嫌なこと思い出しました、ね、はい、あのさっき JK の話したけどさ、うん、はい、今 KY になってるわ。あら、すごい
いいですね。すごいでしょ。カッと出てきましたね。ちょっと KY が出てくるって。KY になってましたよ。お前やめ。本当に。何も浮かばない、こっちごめんなさい。すみません、島田さん。島田さんも一番困りますよね。なんか今僕も言いたかったんです、はい、ね。この状態がまさに何とかでとかで言いたかったんですけどね。はい、はい。何がいいかな。すごい雰囲気でさ。これ俺怒られるで見てる、見てはる方から。いや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 、いやでも本当に皆さんやっぱりこう上田さんがどんな話されるんだろうって、はい、すごくね期待もあり、うん、興味もあったと思うんですけど、はい、なんか素晴らしかったなって思う方多いと思いますよ。うん、はい。はい、よかったそれやったらよかったです、ね、いやでも実体験ですからね。そうですね。いや本当に、うん、霊感とか終わりなんですか。僕も正直全然ないです。じゃあその中で数少ない実体験で、はい、そうです。めちゃめちゃ怖い話でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、皆さんですね YouTube チャンネル、はい、やられておりまして、機械ユニット、うん、怪奇少年団、もう一度ねどんなチャンネルかよろしくお願いします。はい、怪奇少年団のチャンネルは、まあ、怪談をメインにしているんですけども、それ以外に特撮ですとか都市伝説とか自分たちの好きなものを動画にしております。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、富田さんが、名古屋 で、はい、で上田さんが奈良ということで、はい、本当に月に本当数回しか会えないから、はい、会った時に朝から深夜まで18本撮りぐらい、はい、してるそうなので、これからどんどん階段上がってきますからね。上がります。はい、18本目とか相当多分疲れてますけども、はい、はい、これ今何本目なんだろうかなとかね、はい、それでもなんか楽しみながら、はい、皆さんご覧いただきたいですね。はい、概要欄貼っておきます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。というわけで、機械ユニット怪奇少年団のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。